皆さん、こんばんは。今日は2022年7月29日金曜日です。今日のテーマは、バイデン大統領、習近平との電話会談について、ペロシ議長はアジアへの訪問が始まります。まずニュースです。一つ、米国の経済成長と言いますが、今年の第一四半期は1.6%減でした。 第2四半期となってくると、アメリカの経済は0.9%減となりました。連続2回ですね、経済が成長ですね、マイナスとなってくると、アメリカの経済は衰退するというふうに予測されてしまいます。これに関して、バイデン大統領は説明をされていました。アメリカの国内では、やはり雇用の状態はいいですし、 失業者は少ないですし、物価の上昇を抑えるために経済の状態を調整しています。なので、正常ですよというふうに言われています。米国のこの経済状態はどうでしょうかとなってくると、アメリカの国民は一番分かっているでしょうし、なので、バイデン大統領の中間選挙に注目したいと思います。次です。ペロシさんは台湾への訪問についてですが、米軍の 空母ですね。レーガン空母ですが、シンガポールから移動されて、南シナ海に向かっています。まだ一緒に行動しているのは、1隻か2隻ですね。わかりませんが、原子力潜水艦もついています。まあ、どこに行くかはわかりませんけれども、方向的には台湾海峡に向かっています。まだ到着していませんので、ペロシさんはいつ行くでしょうか 今の話ではですね、8月の上旬、日本に訪問すると聞いておりますが、しかしですね、今週には移動されるというふうに聞いております。まあ、先に日本行くでしょうかあるいはシンガポール、あるいはインドネシア行くでしょうかこれは注目したいと思いますがあの、普通でしたら日本に行くでしょうと思いますが、でも現在はそういったスケジュールですね。 発表しませんので、やはり中国に狙われやすいというふうに思います。3ロシアはまだメンテナンスの工事という理由でヨーロッパ向けの天然ガスのバルブを少し閉めましたね。現在通常の量の2割となりました。やはり足りません。ヨーロッパ側の天然ガスの価格はまだ高騰してきました。例年 成長時と比べるとガス代はですね10倍以上です。ロシア側の説明としては自分は制裁を受けていますのでメンテナンスしても難しいですと、まあ、つまり経済制裁をやめてくださいという意味ですね。まあ、ドイツはですね、これから原子力発電所の再稼働を考えています。まあ、これでわかるのは EU 側ですね。 発電関係に関して他の方法で発電はできると思います。しかしですね、やはり気候変動の関係でなかなかできないという意味ではありますが、ヨーロッパ側の天然ガス代はですね、今はやはり高いんですね。例えば日本ですと、次ガス代はまあ3、4000、5、6000でしょうか、それが10倍でしたら、 かなり高いんですね、まあ、中国でももし10倍でしたら本当に高いんですね。もう1ヶ月ぐらいの給料はなくなると。 いう意味ではありますので、これは国民の負担になるというふうに思います。もしこの状態で冬になってくると、まあ、国民はですね、きっとあのガス代を節約するとのために、そうするとですね、あのそういう暖房を、ね、つけないようにしますので、まあ、そうするとですね、被害者が出てくると、まあ、政府はやはり批判を受け,受けます。これはですね、まあ、ドイツとか先進国の まあ悩み事ではありますので、今はやはり悩んでいるというふうに思います。次です、北朝鮮。あの金正恩ですね、久しぶりに出てきました。あの戦勝記念日のイベントに参加されて、あの韓国との平和協定といいますが、それは北朝鮮にすれば戦勝記念日といいます。彼の発言としては、まあ、我々は準備できていますよと、そして核兵器です。米国 との戦いも準備できましたよと、そして準備万端です。まだ、韓国のユン大統領に対して、挑発はやめなさいと、変な行動をすると潰してやるよと、先に我々を攻撃して我々を破壊するという発言は間違いですよと言っていました。 まあ韓国はですね、ユン大統領が登場して、北朝鮮に対して結構強い姿勢で対応しようとしています。例えば、北朝鮮は何かをする前に我々は先に潰してやるという勢いであのやっているんですよ。まあ、これに関して北朝鮮側はやはり負けないという姿勢を出されています。北朝鮮はここまで成長してきたとは言いにくいんですが、 核兵器ですね持つようになってきましたこれはですね、中国のせいのもあると思いますが、でも韓国、前の大統領にも関係あるというふうに思います。なぜなら、クリントン大統領の時代ですね、北朝鮮を潰してやるかっていう勢いで、空母とかも準備していたんですよ。でも韓国側は止めたんですよ。当時、北朝鮮は有名な発言がありますので、 韓国のソウルをですね、火の海にするというふうに言っていたんですよ。まあ、そこで韓国側は慌てて止めたんです。アメリカの攻撃を止めたんですよ。やめろと言います。そしてアメリカがもし北朝鮮に対して軍事的な行動をすると、我々は参加しませんよと言いました。そうすると、アメリカも難しくなったんですよ。なので、攻撃することをやめたんです。これは昔にあったんですね。 まあしかし今となって核兵器も必要になったんですよ。この状態では難しいというふうに思います。今北朝鮮は本当にずるいんですよ。なかなかですね、この中国と韓国の間にいていますので、バランスをとっていくことがやはり得意です。そういうふうに思います。次です5。中国の国家、タバコ局とお酒局ですね。そして、 知的所有権の局ですね、声明を出しました。まあ、中国にはですね、そういった蒙泰という高いお酒ですね、まあ、高級お酒ですが、全然美味しくないです。辛いだけですけれども、そういうタバコもそうですし、あの、軍という文字はですね、ついているんですよ。例えば、ここに書いてあります。中国空軍、中国空軍、軍人専用という文字書かれてありますが、 今回、これからですね、タバコお酒に、軍という文字を使用禁止にしましょうと言われました。まあ、軍の文字は勝手に使って製造されていて、高額の値段で売っています。人民解放軍の偉大なるイメージが影響されています。まあ、これから禁止にすると言われています。そして、メーカーを批判にしました。これはですね、中国の昔の文化なんです。 中国軍にはですね、あのメーカーに対して発注するんですよ。中国軍専用ですよと、いろんな部署があってですね、発注します。やはりそうすると、品質はいいんですね。メーカーも嬉しいんですよ。金額も高いですし。例えば、100個を、まあ、注文ですね、受けて、1万個を作って、残りは売るんですよ。あるいは、軍はですね、1万個を発注して、 実際的にあまり飲まないですね。偉い人しか飲まないので、マダポ本は裏で売っているんですよ。なので、中国では普通にこれは買えます。例えば、これはですね、中央軍、イ、連合、参謀部、参謀長官専用、警備局、接待専用、お酒。そういったものはい,いっぱいあります。内部専用、お酒。 そういうふうに書かれてありますが、なので、これは中国の文化なんですね。つまり、犯人は中国の人民解放軍です。自分が発注したんです。これが中国の真実ですね。これでも見えるんですが、ロシアはですね、あの今年の3月でしたが、まあ、ロシアのその戦場にいているロシア軍たちは食糧不足で困っていたんですよね。そして 中国では普通に買えたりできました。アマゾンでもロシア軍専用の、まあ、そういう食べ物ですね。食べること、まあ、買うことができました。まあ、これでもわかるんですが、中国軍も同じなんですよ。中身まで腐っているんですね。次です。6。7月28日、ウクライナではウクラ,ナライナの国家制の日といいますが、まあ、お祝いをしました。しかし、各地で 攻撃を受けました。主にキーウの公開とミコライウというところですね、受けました。まあ、ロシアは公開艦隊から、まあ、今回ですね、ミサイルを発射されましたというふうに報道されています。ゼ、まあ、レンスキー大統領はこれに関して批判をしました。今日のテーマです。バイデン大統領は習近平との電話会談について、今回はテレビ電話会談ではなくて電話会談でしたね。 米国の午前8時半ごろでしたが、中国では夜の8時半ごろでした。二人は2時間央の会談をしました、えー。10時55分に終了しましたと報道されています。ホワイトハウス側の発表は本当に短いんですよ。簡単に説明をされていました。両国の首脳は大事な話をしていました。最後、二人は自分の部下に対して引き続き、 交流、コミュニケーションを取ることがしましょうと、気候の変動について、衛生の問題において、付き合いを強化しましょうと、そして台湾の関係において、米国の立場は変わりません。台湾海峡の安全は大事ですよと言われていました。これに関して、中国側の報道は少し、えー、多めですが、バイデン大統領は約束をしてくれました。 アメリカにとって世界には中国は一つだけですよと。これは変わりはないんです。そして米国は台湾の独立には支持しません。習近平はバイデンに言いました。中国の人民14億人はですね、自分の領土を守るっていう意識は強いですよと。民意は大事です。火の遊びをしてはいけませんよと。火の遊びをすると、火傷するよ。 というふうに警告しました。それから、ウクライナについて、習近平は立場は変わりませんと言っていました。また、電話会談では、習近平とバイデン大統領、直接これから会って話し合い、会談することについて、これから準備をしていくと。これから、米中の関係者は、米中の首脳会談の準備をしていくと。中国側の報道としては、 バイデン大統領は説明をしてくれました。ペロシーさんは国会議員なんですね。政府の官僚ではないんですよ。なので、訪問するかしないかは自由なんです。バイデン大統領の命令には従わないんですよ。やはり止めることはできませんと説明されたらしいんですよ。まだ中国からの商品の完全について話をされましたが、でもはっきりとした結果はないんですよ。バイデン大統領は会談で、 中国の貿易体制は不平等、不公平ですよと、アメリカの雇用、労働者、企業は影響されていますよと。これについて、また後日、首脳の部下たちは後日に討論すると言われています。それから南シナ海について、バイデン大統領はあんまり触れなかったんですね。国際ルール、秩序を守ってくださいと指摘しました。 それだけですね。なので、南シナ海においては、そんなにアメリカは動いてなかったんですね、と思います。あるいは、時間がなかったかもしれませんが。そして、習近平はこの14億人を強調しましたね。なので、習近平、あるいは共産党にとって、中国の人口14億人というのは、実際的にいないですが、あの14億人いってるとアピールして、これを道具として使ってるんですよ。 なので、よく言いますが、あの、14億人で作られた万里の頂上ですよと、我が党を守ってくれるのは14億人ですよと、よく言いますが。まあ、そしてですね、ホワイトハウスの説明は本当に簡単なんです。ペロシさんについて、あんまり触れてはいないんですよ。中国側の報道としては、バイデン大統領は言いました。あの、ペロシさんは台湾に行くのですよ。我々には、 止めることはできませんし、そしてこの間、変なことをしないでくださいねと、もし変なことをすると、我々は準備できていますので、何があるとですね、知らないよと警告しました。まあ、今回はですね、この会談はバイデン大統領の警告といってもいいでしょうと思います。これは2回目ですね。今年の3月、バイデン大統領には、あのそういう警告があったんですね。例えば、習近平と、 会談があってですね、当時はテレビ電話でしたが、まあ、ロシアに対して支援してはいけませんよと、武器もそうです、装備もそうですし、経済の支援もダメですよと警告しました。もし中国側はですね、ロシアに対して支援すると、世界の先進国はみんな合わせて、中国に対して経済制裁するよと警告していましたね。の結果としては、 習近平はその警告を受け入れました。そして変な行動はやっていないんです。少なくてもアメリカの報道では中国はロシアに対して何か武器とか支援とかとかやっていないんですね。これで判断できるのはペロシさんは安全で移動できるというふうに思います。それから日本、インドネシア、シンガポールに行きますが台湾の訪問は今ですね 公開されていないんですよ。でも予定はあります。ワシントン州の会員の方は、まあ、自分の情報を公開されました。自分はですね、中国の外交官から連絡がありましたと、ペロシさんの台湾への訪問をやめてほしいですと、ペロシさんに伝えてくださいと要求されて、やはりこれでわかるのは、中国政府としてはペロシさんは絶対行くとわかっているんですよ、今ですね。 なので、中国政府としては、別にもう、しょうがないですね、となってくるでしょうと思います。ただし、中国側ではですね、例えば、ペルシさんは戦闘機、飛行機ですね、乗ってきましたので、乗っていきますので、中国の戦闘機も、ついでに台湾の上空を横断しましょうというふうに言われています。しかしですね、これは絶対無理でしょうと思います。なぜなら、アメリカの その自分の要人をですね、守る体制としては、例えば、要人が乗っている飛行機ですね、中国で飛ぶときに、中国の飛行機がこの区域に入っていくとですね、絶対ダメです。撃たれてしまいます。そういうふうに思います。なので、中国は今回は、あの、泣き寝入りですね。そういうふうに思います。なので、今回は、中国の国内の報道ですね、本当に静かですね。 あんまり内容はないんです。ただし、強調されたのは、アメリカは台湾の独立は支持しませんよと、これを何回も何回も強調します。まあ、今回はこのままでおるでしょうというふうに思います。ただし、少しの軍事的な訓練するかもしれません。まあ、軍事演習とか言いますので、少しはやるかもしれません。すごい大規模な行動はしないでしょうというふうに思います。まあ、そんな力はないんですよ。 これが中国の実力なんです。独裁的な国ですので、絶対何をやってもダメなんですよ。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。